海道も久々霊夢だよ。さらに久々のアリスです。今回は京橋に来ております。乗車機での登場は初ということで、きちっと記録していきましょう。ちょっと何言ってるかわからない。とりあえず、今回紹介するのが来ました。京橋始発、環状線をぐるりと回り、阪和線へと入る、関空紀州路快速の、今回は関空快速編です。それでは京橋を発車。環状線内の停車駅は、桜の宮、天満、大阪、福島、西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺です。環状線内で早くも通過駅があるのね。ということで桜の宮です。屋根が低いなと思ったのが第一印象。発車メロディは大塚愛さんの桜んぼです。少し特殊な構造をした天満です。多分もともと島式だったと思われます。みんな大好きヨドバシカメラが見えると、何度目かの登場。大阪駅です。動画内では、二人とも初めて見たということに驚きだわ。大阪駅を過ぎると、いわゆる関空チャイムと言われるものが鳴り始めます。列車は最初の通過駅である野田を通過。環状線利用者からすると少しトラップになるわね。そして夢咲線、ユニバーサルシティ、桜島方面、阪神難波線との乗り換え駅である西九条に到着。地味に初登場なんですね。真ん中の線路を特急が通過するらしいから、少し見てみたいわ。また機会があれば行きましょうかね。そして環状線内、最後の駅である天王寺に到着。なぜか動画の位置情報はあれの、おっと、絶滅危惧種の201ですね。ああなんか前回主が言ってたわね。天王寺を発車。ここから連絡線を通り、阪和線に入ります。途中、姫野までは紀州路快速と同じですが、姫野で切り離しを行い、関空快速と紀州路快速が分かれます。姫野までの停車駅は、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、姫野です。思ったより止まるのね。まあ大阪市内は全部飛ばすけどね。徹夜明けということで、モンエナが必須アイテム。実を言うと、前回の大回りと同時、撮影でして、三重県のぶ、近畿全県制覇しました。さすがに、さ。堺市を発車。堺は南海の方が便利なイメージ。南海高野線との乗り換え駅である三国ヶ丘に到着。切り通しのような構造をしてるね。なんかここら辺は自然豊かでいいわね。堺市は古墳を含めて緑が多い気がするわね。羽衣線との乗り換え駅である大鳥に到着。大肥線に入ったということは、通過待ちをするわね。ということで発車。上下線ともに動物が通過したわね。そして泉府中、東岸和田、熊取と泊まり、姫野に到着。ここで切り離しを行います。いやこれ塗装ひどいな。ひび入ってるやん。そして姫野を発車。ここから関西空港線に入ります。次の臨空タウンを過ぎると、南海と線路を共有します。南海本線をまたぎまして、臨空タウンですって、ラピートじゃないですか。主は実に6年ぶりの再会。動画内では初登場です。発車していきました。目の前がちょうど階段でよく見えませんね。臨空タウンを発車。実はここからガチの初乗車区間。なぜ臨空タウンまでなのかというと、2018年、台風で関空連絡橋に船が衝突し、
鉄道が走れなくなってしまい、その時にここに来たからです。はい、激レアなリンク和歌山。チャイム収録ミスってしまいました。またリベンジしたいですが、簡単にできる距離ではない。まあそんなこと省いておいて、終点の関西空港に到着です。飛行機目的以外に関空に来たのはおそらく私だけかと思われます。モンスターのおかげで途中寝ることもなくここまで来ることができたわね。ほんと乗車お疲れ様。こちらこそお疲れ様。これが関空ですか。まるで別世界に感じます。流れてるメロディーも全く聞き慣れないわ。それでは今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。